プランク疲れたでしょう。一昨日倒れて、そして今日ですもの。こんなにしているだけでもかなり体に負担がかかっているはずよ。私はあなたが心配だわ。確かに疲れてはいるが、もうあまり時間がないんだ。少しでも作業を進めてくれ。こうやってあなたの顔を見ていると、その覚悟がその顔にも伝わってくるわ。あなたの胸の中には今、苦しみと理想とが戦っているわ。私の苦しみをとどめておいてほしいんだ。ええ、そして同時に何よりも希望を。国際連合予備会議まで何とか持たせたかったが、今の私にはその力は残っていない。しかし、私が何を目指していたのか、それをとどめてほしいのだ。フランク、気の弱いこと言わないで。あなたを生かす意志がある限り、世界があなたを必要とする限り、あなたは生き続けるわ。フランク、少し休みましょう。ヘレン、私の最後の仕事は、新しい爆弾と原子力の一切を国際連合に委ねるという提案文を作ることだ。タイプがそこにある。手伝ってくれるかい。君がそれをしてくれるというのなら休んでもいい。フランク、本当？とても休んだことにならないけれど喜んで。あなたがそれを決断してくれるなんて最高だわ。じゃあ頼むよ。だいぶ完成に近づいたね。アメリカ合衆国大統領は、今世界大戦の人類の未曽有の悲劇に鑑み、二度とこれを繰り返さない願いを込めて、新しい国際平和組織に以下のことを提言する。これは国際間の紛争解決を全て国連の総会及び安全保障理事会の議決によるものとすることに加えて補足されるものである。一つ、新エネルギーとしての原子力の研究開発使用、すべて国際連合に信託されるものとし、原子爆弾の使用は国際連合軍事委員会に委ねられるものとする。二つ、世界の地下資源、森林資源は国際連合に全時その管理を移行し、その収益は公平にその住民及びそれに関与する組織に分配して発展を図ると同時に、国際連合の経済基盤をここに置くものとする。三つ、世界経済において自由貿易を奨励し、その関税の一部を国際連合の経済基盤とする。ヘレン、私がこんなことを準備総会で言ったら、みんな大騒ぎになるよ。私もリンカーンのように暗殺されるだろう。理想を唱える者、理想を実現する者は血に祝福される。悲しいかな、それが合衆国の、いや世界の歴史の一面でもある。理想は必ず実現されるわ。これも歴史よ。あなたは偉大だわ。あともう一つ、これも私の遺言として書いておこう。四つ、国際連合は将来
世界連邦として発展しなければならない。人類の恒久平和、安寧と福祉の実現のために、人類の良心に基づく公正な世界連邦政府が樹立されなければならない。フランク、これがあなたの遺言なの。素晴らしいわ。私はこの文話のタイプを打てたことを誇りに思うわ。ありがとう。ヘレン、あともう一つ、これも重要だ。これは私の今の提案に合わせてやらなければならないことだ。そうでなければ何の意味もないことだ。何フランク。今から言うこともしっかりと打ってくれ。アメリカ合衆国大統領命令1945第495号、製造中の新型爆弾は完成・実験終了と同時に一切国際連合に委託するものとする。アメリカ合衆国政府は国際連合予備会議に対し、交戦中の敵国日本の政府首脳を新型爆弾実験地に招聘し、日本国政府首脳および国際連合予備会議参加者全員の前でこれを実験してみせるものとする。もしもこれが日本に受諾されない場合、東京湾にこれを投下する。それによっても受諾されない場合は、すでに焼け野原になった都市にこれを投下する。どうだい、ヘレン。素晴らしいわ、フランク。私が何のためにここへ来たのか、それが最高の形で果たせたわ。ありがとう、フランク。ありがとう。ヘレン、これは重要な手紙だ。手前の引き出しに入れておいてくれ。頼むよ。ありがとう。ヘレン、あともう一つお願いがあるんだが。何？私にできることなら何でも言ってちょうだい。もうすぐエドガーがやってくる時刻だ。これが最後の頼みになる。遠慮なく言ってちょうだい。エドガーがやってきてどんなことになっても驚かないでくれ。どんなことになっても。そうだ、もし私が彼の前で死ぬようなことがあったら、今の手紙をステムソンに届けてくれ。どういうこと。これが私の最後の願いになる。聞いてくれ。君にならできる。私の護身用の拳銃が奥の引き出しに入って、取ってきてくれるか。どうしてそんなことになるの。その文章をエドガーが読んだら驚くだろう。君も巻き込まれるかもしれない。エドガーは恐ろしい男だ。できれば君を巻き込みたくない。しかし君も新しい爆弾について科学者たちの意思を代表してきている。避けられないことが生じるかもしれない。そのことは恐ろしいことだ。その時はどうか許してくれ、ヘレン。私には何なんだかさっぱりわからないわ。でも安心して、あの手紙は必ずスティムソン長官に届けるわ。安心して、フランク。
ヘレン、君は拳銃の使い方を知っているか？それは知ってるけど。もし私が彼によって命を失うことがあって、しかも彼がまだ生きていたらこの拳銃を握ってくれ。彼は君にも牙を剥くかもしれない。どういうこと？私には何だかわからないわ。ヘレン！人類の未来が君の手にかかっている。いいわ。ありがとう、ヘレン。私が最も幸せに思うことは、人間を愛することができたことだよ。私はそれに基づいて行動してきた。これもその上に乗せられる花束だ。君が以前くれた花束と同じだ。フランク、私は今世界中の花束をあなたにあげるわ。ありがとう。今こうしている間にも日本には爆撃が行われ、沖縄では激戦が続いているだろう。ベルリンには我が軍とソ連軍が近づいている。これが人間の未来の扉を開いてくれるものであればいいが。足音が近づいてくるわ。さあ、それを持って隠れて、急いで。キャンパスがそのままだわ。構わない。オーケー、入ってくれ。ごきげんよう、大統領。よく来たね、エドガー三義衛殿。おとといは大変だったようですな。あれから危うかったそうで。もう大丈夫だ。君と対決するためには地獄からもよみがえってくる必要があったからね。お互いに天国と地獄の往復切符を何枚か買っておく必要がありそうですな。君とは永遠にすれ違いでいたいものだ。私は同席でも結構ですよ。おや、肖像画ですか。なかなかいい出来だ。何か決意のようなものを感じる。悲壮なものも。どなたがお書きになったものですかな。ヘレン・マッケンジーという女流画家だよ。私の友人だ。それでこの部屋に女性の匂いが。肖像画を描かせるときはおごり高ぶっているか、人生の終わりを感じているか、どちらかだそうですが、このお顔を拝見しているとどうも後のようですな。ところで決心はつかれましたかな。何の決心かな。世界帝国の決心です。エドガー、君の夢は素晴らしいがあまりにも大それている。原爆はあと3ヶ月で完成する。あなたはそれを日本へ落とす。奇襲攻撃のショックで日本は一気に降参する。それは誰でもが描く絵です。しかし問題はその後です。原爆はすでに量産体制に入っている。8月にはもう数個が完成し、9月にはもっと多くの生産が可能でしょう。その爆弾を所有しているのは合衆国ただ一国です。その通りだ。だからそれがどうしたというのかね、エドガー。ソ連は核開発に走るでしょう。そして原爆が完成すれば必ず V2 ロケットと結びつけて合衆国を狙ってくる。そうなってからでは遅いのです、大統領。そうなるとは限らない。人間は他の道も考え出すものだよ、エドガー。それならそれをお示しください。合衆ソ連だけではありませんぞ。他の国も原爆開発に走り出すでしょう。そしてそれを完成し使い始めたらどういうことになるのですか。文明そのものが破壊される極めて危険な時代に突入するだろう。滅亡と背中合わせに生きる時代がやってくるわけです。しかしそれを回避するのも人間の英知というものだよ、エドガー。人間の未来はただでは変えないものです。どこかで血の代価を払わなければならない。もしそうなら安いうちに買っておいた方がいいのではありませんか。未来の血の声を聞いてください。君は戦争を通して戦争をなくそうとしている。
私は戦争によらず戦争をなくしたいのだ。そんなことを言っているうちに千載一遇のチャンスは逃げていってしまいます。人類が滅亡すれば目的も手段もないではありませんか。それに君はある特殊なグループの繁栄を目指している。特殊なグループの繁栄は人類の未来に共存したというものだけが享受できるものです。エドワ、私は新しい爆弾を世界征服の手段としては絶対に使わせない。第二次大戦に続いて第三次大戦が起こるなどということはあってはならない。戦争の時代は終わらせねばならない。次の戦争で生き抜いた大国が世界を君臨し、科学の力によって新しい世界国家が生まれるのは必然なのです。どんなことがあってもためらってはならない。もしできないなら、あなたは覚悟できない二流の政治家だ。スターリンなら覚悟できるでしょう。彼が原爆を持っていたらためらわずにやるでしょう。それならば君はスターリンを抱き込めばいい。私は新しい爆弾にもっと違うビジョンを重ねているのだ。スターリンの鉄の頭では思いつかないものだ。どんなビジョンです？私の提案するプラン以外は全て絵に描いた文字です。エドガー、もう全ては遅いのだ。私は遺書を書いてしまった。その遺書にはどんなことが書いてあると思う？知りたいかね。どんなことですか？原爆を、いや原子力の一切のことを国際連合に委ねるということだ。今後原子力の研究開発製造利用は全て国連を通してしかできなくする。私はすでにそれを署名した。あとは公開されるだけだ。国連はむしろその力を基礎にして成立するのだよ。なんと。さらにもう一つ。さらに一体何を書かれたんですか？原子力の原料となる地下資源、これも国際連合の管理に委託させる。それだけではない。世界の一切の地下資源も国連が全時管理して運営していく。それが国際連合の経済基盤となるのだ。誰もウランを独占できない。もちろん君たちも手にすることはできなくなる。バカな、ということ。それももう誰かに渡してしまったのですか、大統領？いや、まだ誰の手にも渡ってはいない。そうですか。合衆国があんなに苦労して作り上げた原爆を国連に丸投げしてしまうなんて、カラスの群れの中にダイヤを投げ込むようなものですよ。烏合の衆に何ができますか。分裂して対立し、大切なことを置き去りにしたままにする。人間が賢明なら世界大戦など起こりはしませんよ。もし原爆核戦争が起こって人類が滅亡したら、あなたは第一にその責任を問われるでしょう。まだあるよ、エドガー。まだ？君はさっき奇襲攻撃と言ったね。原爆の奇襲攻撃はしない。国連が世界各国の首脳の前でそれを実験してみせるのだよ。なんでっと、貴重な虎の子の原爆をみんなの前で実験でっと、子供じみたことをお考えになっているんでしょう。海の向こうではみんなが血を流して戦っているというのに、あなたはそんなのんきなことを考えている。人間は血で書いた文字しか読めないのですよ、愚かな。それももう書いてしまったのですか？残念ながらもう書いてしまった。大統領命令として誰かに渡してしまったのですか？いや、まだだがね。そうですか。まだ希望はあるということですね。大統領、こうしたらいかがでしょう。それは表向きの書類で、表向きのサイン。国連が第三次世界大戦を引き起こすという。あと裏の書類とサインがあれば、表と裏で立派に機能する。私のこの紙にあなたのサインをいただけませんか。第三次世界大戦を容認するというサインか。さよう。合衆国が世界帝国になり、世界の平和を享受するというサインです。そしてその地下資源の権利をぜひ我が財団に。
原爆を使って世界帝国をだね。原爆によってしかできないことです。その書類です。サインを。それはできない、エドガー。そうですか。それならあなたはもはや私の敵だ。世界の資源を共有するなどというのは最も危険な共産主義の思想です。我々の前に立ちはだかる大きな壁だ。それは取り除かなければならない。三元、ここは大統領の別荘だぞ。そんなことが許されると思うのか。お前も生きては帰れなくなるぞ。存じております。しかし私にも特別な手段がありますのでな。そんなことは死んでいくあなたが心配される必要のないことです。これはあなたの護身用の拳銃です。あなたは自殺したことになります。ご安心ください。私も深く人間を愛しております。そのためにやらなければならないとしたら、こんな手段も使わなければならない。私も命がける。そうでなければこんなことは成就できない。よろしいですか。お覚悟。私を脅迫するのか。大統領、世界の統一のために、世界国家を築くために、ぜひサインをお願いします。それはできん。エドガー、君に私を撃てるのかね。私が死ねばサインはできなくなるぞ。私はたとえ君に撃たれても絶対に拒否する。原爆の何発もは落とされる第三次世界大戦の悲劇は絶対にあってはならない。もし君がどうしてもそれをするというのなら、逆に私は君を消さなければならない。君は存在してはならない人間だ。そうです。この手は使いたくなかったのだ。だが私も後には引けません。これが最後通告でした。大統領、最後の最後です。死んでいただきます。サインはできなくなるぞ。私が必要なのはあなたの万年筆です。私の部下にはあなたの筆跡を真似ることぐらい朝飯前の者が大勢いる。ほら、テーブルの上にあなたの万年筆が。それで十分です。残念です、大統領。撃つのか。死んでいただきます。人類の未来のために、世界国家とその平和のために。愚かなことだ。さようなら、大統領。天国か地獄でお会いしましょう。何をする貴様。なんというバカなこと。こちらを向いて。誰だお前は。フランクが言ったことがやっと分かったわ。すべて遅すぎた。もっと早くにあなたを撃てばよかった。あなたがまさか本当に気軽を引くとは思わなかったわ。私が先に撃つべきだった。お腹の子がそれをためらわせた。あなたは悪魔だわ。その絵を描いたのはお前か。お前が大統領に入れ知恵をしたんだ。動かないで。何ということをしたの。何をしたのか分かっているの。人類の未来のためだ。地獄に落ちなさい。お前のお腹には赤ん坊がいるようだが、その子が生きるためにも平和な未来が欲しくはないか。黙りなさい。あなたに未来などという資格はないわ。拳銃を撃ったことがあるのかな。なかなか当たるものではないが。拳銃は心で撃つものよ。フランクがさっき言ったわ。あなたはこの世から消さねばならない、存在してはならない人間だと。何をするの。ご覧の通りだ。
私も覚悟はできている。撃つなら撃て。あなたは人間を見くびっている。人間がどのように未来を託すか、その力を無視しているわ。フランクがあなたを許さない。私の夫ジョンがあなたを許さない。そして今流されている多くの人々の血があなたを許さない。火を放しなさい、ジョン。許して。おのれ、悔いを残すぞ。お前たちは自分の手で自分たちの未来を閉ざしたのだ。あなたとの約束がほとんど果たせそうだったのに、おまけに私は人を殺してしまった。この手で私は人殺しの母親よ、ジョン。大切な紙が燃えてしまった。あなたとの約束は果たせなかった。この子にもごめんなさい。でも希望を失わないで。天国から祈っているわ。許して。希望を。大統領が亡くなられた。これがそのまま我々の手に残されたとは。誰がこの仕様を決定するのだ。我々はどこへ向かえばいいのだ。このような爆弾が、このような恐ろしい力が我々の手に残されてしまった。これを一体誰の手に委ねればいいのだ。